どうもこんにちは、仙台アリーメンバーのオクラです。本日はグループディスカッションがめちゃくちゃ難しいって言われているコンサルやメガベンチャーに内定された3名の学生さんに協力していただいて、グループディスカッションの動画を撮っていきたいと思います。お三方自己紹介の方お願いいたします。立教大学経済学部出身、青木圭と申します。成城大学経済学部経済学科に通っています、佐久です。カリフォルニア大学バークレー校3年の丸木と申します。試験官を今回務めていただく岡本さんです。よろしくお願いいたします。今サマーインターンの時期でグルディスの練習をしなきゃなんですけど、何からやっていいのかとか全然分かってない方もいると思いますので、今回ちょっと優秀な皆さんの立ち振る舞いを見て参考にしていただいたりですとか、試験官の方はどういうポイントを評価しているのかなっていうのをこの動画でお伝えできればなと思っております。今回はグループディスカッション必勝テンプレートというものと模範解答シートというのをプレゼントさせていただきます。このテンプレに沿って議論をするだけで、ちょっともう円滑に進められて主導権握っちゃうよみたいな、その使い方も分かるような模範解答を載っちゃってるよみたいなシートをですねプレゼントしますので、概要欄ぜひチェックしてみてください。では今日のお題など発表の方お願いいたします。今日のお題はですね、日本の投票率を上げるにはどうしたらよいかっていうお題で15分間で話し合っていただければなと思います。終わった後にですね、1分間どういうふうなことを話し合ってどうしていくのが良いのかっていうところの発表をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。早速始めていければと思います。じゃあ皆さん、いい議論にしましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。僕ファシリやってもいいですかね。はい、お願いします。そしたら初期やります。はい、自分タイムキーパーとじゃあ発表者やらせていただきます。じゃあまず議論全体の流れなんですけど、まず前提の時間と議論の発散の時間と最後に結論出しの時間っていう、3部構成でやろうと思ってるんですけれども、大丈夫でしょうか。はい、はい、それでお願いいたします。それぞれの時間の方お願いします。前提に結構時間使いたいなっていうふうに思っているので、はい、まず5分ぐらい使えたらなっていうふうに思っていて、でディスカッションでプラス5分ぐらいで、あと残った時間で結論を決めていきたいなっていうふうに思います。じゃあまず前提なんですけれども、立場であったりとかスパンとかいろいろあると思うんですけれども、まず立場としては日本っていうような視差で話しているので、これは政府っていう認識で間違いないでしょうか。はい、間違いない。そうですね、はい、決めます。で、スパンに関しても多分施策によって期間が変わってくると思うので、まずはこの投票率を上げるにはっていうことなので、その問題のその現状であったりとか、その大きなボトルネックみたいなところから話し合っていければなっていうふうに思います。はい、分かりました。じゃあ皆さん、じゃあそもそも日本の投票率が低い原因ってもう大きくはどういうところにあるか。ちょっとその前に一つ、いいですか、はい、もう一つ前提確認したくて、投票率を上げるって言ってるんで、今回この上げるっていうところをどういうところを、目標にしていくかっていうところを決めたいなっていうふうに思っていて、はい、現状がどのくらいちょっと分かってないんですけど、投票率って 50% ちょっととかですか。そうですね、そこから何パーセントに上げていくのかなみたいなところをもっと話してたらいいかなっていうふうに思うので、上げるって多分 1% 上げるべきなのか、10% 上げるべきなのかってあると思うので、どのくらい今回しますか。多分それもまた施策によってすごく変わってくると思っていて、一旦その現状について話した後に、施策出しの時間を取ってあるので、施策を出しをして、そのスクリーニングのその1個の基準として、その投票率をどれくらい上げるかであったり、さっきのスパンとかの話をできたらなというふうに思います。わかりました。それで大丈夫そうですか。わかりました。じゃあまずその投票率が、おそらく低下しているっていうような前提のもと、じゃあ低下している原因ってどういったところがあるっていうふうに思われますか。そうですね、投票率言っても、若者とあとは高齢者の方と結構違うかなっていうふうに思っていて、なんかよく耳にするのはどちらかというと、高齢者は高くて若者が低いっていうふうな印象なので、投票率を上げるのにも、若者の方にフォーカスしていった方がいいのかなっていうふうには思います。確かに今回時間がそこまで長いわけじゃないので、ターゲットをここに決めてしまって、例えば大学生みたいなところに絞って、そこの人たちの投票率っていったところでターゲット絞ってもいいかなっていうふうには思ったんですけど、いかがでしょうか。じゃあそうしましょう。はい、大学生っていうふうに絞るっていうのは、いやそこまで若者で20代とか20代とか20代とか、はい、じゃあなぜその若者が投票に行かないかっていうところ、どういったところにその原因があるっていうふうに思いますか。自分自身が思うのは、簡単に言うと面倒くさいとかっていうのも多分結構あると思うんですけど、他には逆にその若者が低くて、高齢者がすごい行くのはなぜっていうところから考えると、高齢者って割と時間があったりする方も多かったりするとか、あとはやっぱりその政治に対してその自分自身が、どのくらい自分自身が実験を持つことがどのくらい重要かってことを知ってるっていうふうに思うので、それを人生でやっぱ経験してきて知ってるのかなって思っていま
ていうので、なんか教育的、今の教育的に、なんか若者があまりその投票率を低下っていうか、まあ、投票をしたいと思わないような教育になってしまってるかなとかっていうふうにも考えています。投票までに行くような工数がかかるっていうことと、まあ、政治的教育っていうのは今の若者は受けられてないっていうところが、まあ、原因として考えられて、まさにその通りだと思います。他何か若者が行けない理由っていうのはありますかね。あ、他に関しては端的に費用対効果というか、まあ、投票に行ったからといって得られるそのベネフィットみたいなところが他のものにしてはすごい少ないかなというふうには思ったので、なんかそこの意識づけみたいなところができれば改善されるのかなとは思ってます。あ、まあ、そもそも一つで発信がされてないっていうのがあって、今の若者じゃあいつ投票があるのかだったり、どこであるのかとか、どういう人が出てるかとか、まあ、そういった情報をキャッチする場っていうのがその NHK とか見てるような高齢者層と違って少ないと思うので、やっぱそういったところの知る機会っていうのが、まあ、かなり少ないのも原因の一つとして考えられるのではないかなっていうふうに思います。前提はこんな感じにして、うん、じゃあディスカッションしていきますか。はい、はい、じゃあ一旦まずこのデータ、その投票の構成であったり政治の教育であったり、まあ、発信っていうところと、まあ、ベネフィットっていうところも、まあ、含めた上で、じゃあそれらを解決するような施策でどういったところがあるかっていうのを出していけたらいいなっていうふうに思います。じゃあ皆さん何かこれらを解決するような施策っていうのはあったりしますか。そうですね、まあ、なんか20代に、まあ、フォーカスをするということであれば、なんか SNS の運用は結構大きいのかなっていうふうに思います。で、まあ、あとはオンラインの、まあ、なんか投票だったりとかは、うん、結構、まあ、若者の強みを活かせているんじゃないかなとかっていうふうに思ってます、うん、そこに関しては私も同じ意見で、そもそもここの投票に関係するようなそのアクションの時間であったりとか手間みたいなところがガサッとなんか削られればいいかなというふうに思ってるので、ネットだったりとかオンラインとかっていうツールを活用していくのは大事かなと思いました。じゃあもうさらにここからじゃあ深掘って SNS とかネット活用より具体的にどういったところがあるかっていうところまで考えていきますか。あ、なんかもう一つあと施策というか思っていて、はい、今この状態だとなんか結構若者に頼りきり なんか施策になっちゃうかなっていうふうに思っているので、うん、はい、なんか政府側とか、まあ、大人の層が、まあ、若者に対して何かできることがあるのではないかっていうことで、例えば、まあ、学校の授業で必ずそのまあ、政治の日報だったりニュースとかをなんか取り上げるようにするとか、まあ、なんかそういう政府側がまあなんか大人に呼びかけて、でかつまあ若者に対してお願いするっていうような、 なんか制度みたいなのができたらいいかなっていうふうに思います。その投票した後のベネフィットっていうところで言えば、はい、まあ、やはり結構いくら自分たちがこう投票しても高齢者の方が層が暑いから、まあ、そこで負けてしまうっていうのもあるので、まあ、これはかなり結構現実性あるか分かんないんですけれども、その票のその強さっていうのをちょっと是正していけたら、まあ、結構若者も自分の力で政治が変えられるのではないかっていうような、まあ、結構希望を持つんじゃないかなというふうに思います、はい、じゃあ一旦出たのは SNS だったりネットを活用っていうところと、まあ、政治教育っていうところと票の強さっていうのを、まあ、変えるとかそういったところだと思うんですけれども、これ以外の施策って何かあったりしますかね。逆に考えてみて、高齢者がなんでその投票率が高いっていうふうに思いますか。自分としてはそのジェネレーションの違いっていうのがあると思っていて、はい、それこそその、まあ、すごくその学生闘争とかそういった時代に、まあ、彼らは結構自分たちが動くことによって政治が変わるっていうのを結構知っているっていうような背景があると思っていて、やはりそれがないっていうのが結構若者の現状だと思うので、まあ、そういったところは結構その政治の教育っていうところに直結するんじゃないかなっていうふうにも思います。なんかそこの文化作りみたいなところはもちろん大切だと思っていて、今の多分高齢者って自分が投票するとか何か行動に移すことによって変わったみたいなところの成功体験みたいなところが少なからずあると思うので、なんかそういったものを若者にも浸透できるような文化作りであったりとか、それこそ情報発信みたいなところが大元、まあ、重要なのかなみたいなところは私も同じように思いました。じゃあ まずはその実際に若者にその変えられるよっていうことを伝えるっていうことと、まあ、実際にその変えられるような制度作りっていうところが必要になるっていう感じですかね。そしたらなんかこの施策に対しての、はい、まあ、アイデアとかを出していくっていう形にしますか。はい、ちょっと僕 SNS っていうところで言うと、はい、結構若者ってその周りがやるから自分もやるみたいな、そういう風潮が多いと思うので、はい、まあ、例えばその Facebook とかとマイナンバーとか紐付けて、例えば投票した人に赤いマークがつくみたいな、そういうのを見ていければそれめっちゃ面白いなんか、待ってこの人投票してるじゃんっていうので、はいはい、俺も投票しようみたいな、そういう風潮が出るのかなっていうふうに思います、はい、今すでになんかストーリーとかで投票をやったよみたいなの見かけることって結構多かったりするんで、うん、なんかそれをもっとうまく利用してやれたらなとかっていうふうに思ってて、要はインフルエンサーの方が、まあ、積極的にそういう方をそういうことをやってもらうように、まあ、なんか政府側から頼んでみたりとかするっていうのも結構大事かもしれないですね。僕はもうそもそもその小学
複数の教育とかで、まあ、政治教育っていうのがあんまり授業としてないので、その、まあ、最近投資の教育を入れるって言ってるので、まあ、そこに付随するような形で政治経済の教育っていうのも入れるっていうのもかなりいいのかなっていうふうに思います、うんうん、なんかまあ確かにあのその身の回りにもっと政治に、まあ、触れる機会っていうのを増やした方が、うん、まあ、なんかあの政治に対してあの興味を持つというか、まあ、自分で話すようなあのこともできるんじゃないかなっていうふうに思うので、今の印象だと家庭内とかでやっぱ政治の話とかしないじゃないですか、うん、なんで、まあ、なんかあのそういう話ができるような、まあ、なんか家庭環境づくりだったりとか、うん、まあ、教育づくりとかができたらいいなとかっていうふうに思いますね。今結構すごいその SNS とネットの活用っていうところと政治教育っていうところでかなり深掘りができたと思うので、まあ、この上でどの施策が有効かっていうところについて話していきたいというふうに思います、はい、なんかまあ施策を考える上で何かそうあのまあ、コスト対効果とかもそうですけど、うん、なんか長期的な面とか短期的な面とかも含めてあの考えた方がいいですかね。そしたら確かにそれこそ短期だと即効性っていう部分で、うん、長期だとインパクトっていう部分で、はい、まあ、どちらを取るかっていうのもそうなると、まあ、なんか SNS とか、まあ、あのオンラインの活用とかって結構短期的だなっていうふうに思っていて、うん、はい、で、まあ、あのこれからの教育づくりとかっていうのは結構長期的な面になるかなっていうふうに思っているので、うん、まあ、なんかあの短期的に今その投票率を上げるっていうところにフォーカスするのであれば、まあ、なんかあの SNS 活用とかの方に、まあ、なんか力を入れた方がいいかなとかっていうふうに思っていて、で、まあ、その裏でももちろんあの長期的にもちろんあの投票率を上げていくっていうために、まあ、なんか政府側がまあ、なんか学校作りの変え方を変えていくみたいな感じがいいかなとかっていうふうに思います。確かに、まあ、実際に今その議論1個だけ施策を上げろっていうふうに言ってるわけではないので、まあ、立場も政府ってことで1年後の施策と10年後の政府政策両方考えるのが結構政府の役割だと思うんで、じゃあ短期と長期でそれぞれ分けて施策を言うっていうような感じにしますか、はい、まず短期で見たときは、SNS であったりオンラインの活用、はい、じゃあここを具体的に言うと、さっきおっしゃってましたね、ネットの投票でした。あ、ネットで投票できるようにしたりだとか、うん、そうですね。あとそもそも発信というところでいうと、そのいつあるのかであったりとか、うん、そういう情報っていうのも若者の目に触れる機会を作るっていうところが、うん、それこそ TikTok でもいいですし、まあ、ちょっと、まあ、危ないかもしれないんですけど、まあ、他 SNS を活用というところですね。さっきのなんかまあ言ってたシステム的なその Facebook と連携してみたいなのも結構面白いっていう風に思うんで、それもまあなんか短期的にまあシステム自体はそんななんかかかるようなもんじゃないよな感じるんで、まあなんかいいかなっていう風に思いますけど、はい、ありがとうございます。今多分基本的には Facebook との連携みたいなところでシステム的にライトにしていくっていったところと、あとはインフルエンサー力だったりとか有名人使って認知を広げていくみたいなところの両局面で情報発信の仕方みたいなところに関してはすごい施策出しはできてるのかなっていうふうに思いました。ただここは多分結構短期的な、なんていうんですかね、発信の仕方みたいなところに結構寄ってるかなと思ったので、具体的にどういう発信の内容を訴求をしたら若者に刺さるのかみたいなところの結構中身的なところはもう少しだけなんか詰められるともう少し具体化はできるのかなと。まあそれこそ中身で言うと、さっき言ったいつどこでやるかであったり、うん、その単純な候補者の情報と具体的な政策とかそういったものがこう一元化してまとめられていたら、ちょっと分かりやすいのかなと思います。なんかそれこそ政見放送とかが、はい、なんかインスタライブとかで見れるとかであればちょっと手軽にはなるのかなみたいなところはすごく若者視点で、なるほど、なるほど、確かに面白い、まあ、見るかどうかは別としてっていう感じで結構そのボリューム多分 SNS 占めてると思うんで、はい、まあ、結構その政府側の情報の教育っていうところでいうと、はい、まあ、さっき言った小学校教育以外何かありますか。なんかまあ小学校の教育とかももちろんそうですし、まあ、なんか小中高ってやっぱり結構行っていくうちに、まあ、なんか先生がその議題を出すっていう機会を与えてもいいかなとかって言って、道徳の授業とかみたいな、そうです、ホームルームとかじゃないですけど、まあ、朝の日でもいいですし、なんかこういうニュース今日あったけどみんなどう思うみたいな働き方ができたらいいなとかっていうふうに思ってて、なんかそういうことを、まあ、なんか要は先生側の方にまあ指導できたらいいかなっていうふうに思っていて、なんでまあセミナーとかを開催とかしちゃって先生向けに、あ、教職員、そうです、そうです、そうです、それでまあなんかこういう教え方をしてほしいみたいな感じで、まあ、なんか教えていくみたいなのがいいかなっていうふうにちょっと思いました。そうですね、じゃあそうですね、まあ、時間もそろそろなので、こういった形で終わりにしたいというふうに思います、はい、ここで終了とさせていただきます。ここからですね1分間で発表をお願いできればと思います、はい。
今回議題として日本の投票率を上げるにはということを考えていきました。前提としまして日本の投票率がまあ大体 50% ちょっとぐらいっていうふうに考えて、それを下げてしまっている原因が20代にあるかなっていうふうに思いまして、20代の投票が下がっている、そこに対して政策を実施できたらなっていうふうに思っています。まあ20代がなぜ投票が低下してしまっているかというふうに考えられる原因としましては、まずそもそもまあ面倒くさいって思ってしまっている方が多かったりだとか、政治に対する重要性っていうのが高齢者の方がたくさん投票してるから投票したら何の意味があるのとかっていう風に思ってる方が多いかなっていう風に思うので、ここに対して何か施策を練っていければなっていう風に思いました。具体的なまあ施策としましては Facebook と連携して投票ができたかどうかっていうのをマークで見えるようにするだとか、インフルエンサーを活用することによって SNS を活性化させて広げてもらうみたいな感じ、ここは今結構短期的な目線で考えたんですけども、もう一個長期的な目線で教育に力を注ぐのも大事かなっていう風に思っていて、政府側が若者に対してできることがあるのではないかなっていう風に思っていて、それはまあ教師にセミナーをすることによって学校で政治を触れさせる機会を多くさせた方がいいかっていうふうに思っていて、まあ、そのセミナーの内容として日々政治の内容を取り扱ってくださいだとか、こういうような内容を取り扱ってくださいだとか、政府側が指定してセミナーをすることによって今後の世代に対しても投票率を上げたりとか政治に対する意識を上げていくことができるのではないかなっていうふうに思っています。これで発表終わります。ありがとうございます。果たしてこれが最強グルディスだったのかどうかを岡本さんに点数を言っていただきたいなと思うんですけれども、点数はですね85点ぐらいでした。おー、この70点で合格だとして85点から90点ぐらいの間かなっていうふうに思いました。まずすごく良かったのはしっかり構成が最初から決まっていて、でそれぞれのパートでやるべきことっていうのがちゃんと決まってたっていうところと、それ以外に私がすごくいいなって思ったのが深掘りというか、それ違くないみたいなツッコミがちゃんと入ってたっていうのがすごい良かったなと思っていて、グルディスってチームワーク大事だよみたいなところがあるんで、こうした方がいいんじゃないですか、差し込みって結構やりづらかったり調和に走る人ってすごく多かったりするんですけど、一歩議論深めようと思うとそのままの流れでいくんじゃなくて、ちょっと角度変えてこっちもどうですかっていうのがチームの中で誰かがやらなきゃいけないところなんですけども、それができていて、かつそれで雰囲気が崩れるとかではなかったっていうところが非常に良かったなっていうふうに思ったポイントと、最後の施策っていうところでも非常に具体的で、おお確かにそれできたら面白そうだなみたいなところっていうのが出ていたっていうところが非常に良かったかなっていうふうに思いました。15点どこで引かれたかみたいなところでいくと、結構細かいところにはなるんですけれども、20代が低そうだから20代にしましょう、ここちょっと早かったなって思いました。みんなの共通認識で20代低いよねっていうのがあって、でも事実低いとは思うんですけれども、そこ本当なんとか、それこそ投票率を上げるんだったら人口ボリューム少ないところの率を上げるって言ってもインパクト少ないよねとか、じゃあ本当に投票率自体を日本国として上げるのであればみたいなところって、もう一段階掘れたりとかはしたのかなっていう風なところを感じたっていうのと、途中で目標設定した方がいいんじゃないですかっていうところあったと思うんですよ。目標設定という方向性に行ったのかと思ったら、いつの間にか目標設定最後までなくなったんですね。目標は一旦置いときましょうで、置いとかれたんなら良かったと思うんですけど、施策の後にその施策だったらどれぐらいの目標で行きましょうって話をしましょうってなったんですね、多分そのやり取りの時、はい、ってなった後になかったので、話として約束したことが遂行されてないなって思ってしまったみたいな、ないならないでもいいですけど、そういうところが気になったポイント、これは超難易度高い部分なんですけど、最終的な具体策の中で出てきたのが短期なのか長期なのかという視点で出てたんですよ。もう一個軸があるなと思って、難易度が高いかどうかっていう軸もあると思うんですね。例えば教育制度を変えるとした時に、もちろん変わったらいいんですけど、それって変えるのにどんなハードルあるんだろうねとかっていう視点が入ると思うんですよ。例えば Facebook に影響を及ぼすんだったら、それってアメリカの Facebook 社に何か働きかけなきゃいけないみたいなところとかが議論があった上で、取り組み優先順位ってこうだよねとかまでいくと、より実現可能性が高い議論になっていて、おーいいねっていう風な感じのがもう一段階あったかなっていう風な感じで思いました。この中から一人 MVP はどなたになりますか？ MVP はですね、マルキさんです。おお。理由はですね、議論を深掘るっていう流れを変えてこっちじゃないですかっていう機会が2回あったなと思っていて、そういう動きをする人がチームの中にいることって、めちゃくちゃこうチームとしてのアウトプットを上げるときに非常に重要になるので、チームに価値を生んでくれる方だなっていうふうに思ったのが1点と、相手の言ったことに対して心から共感していいよねっていうふうに感じる反応してた。インスタで政見放送やったらいいと思うんですよねって言った時、あ、それめっちゃ面白いですねっていうのがもう素なんですよ。そういう反応してくれると、相手はすごい意見しやすくなるし、自分の言ってることを承認してもらえたと思いますし、雰囲気良くなっていくので、そういう風なところができたのは非常に良かったなっていう風に思います。
グループディスカッションお疲れ様でした。グループディスカッションのテンプレートであったりとか模範解答っていうプレゼントを概要欄からダウンロードできますので、皆さんゲットしてサマーインターンの選考頑張ってください。本日はありがとうございました。せーの、じゃが。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。